ファッション感じてる？誰だよお前。無罪意識を。はい、というわけで今回はですね、はい、ファッション企画です。ファッション企画、はい、念願の、はい、念願の題して、はい、はい、書いてもらって、じゃあやる気ない人は書いてもらっていいですからね、念願とか言ってもらってんだから、はい、B は書いてに、ファッションコーデ対決。はい、危ない危ない危ない。高揚しちゃってね、何を言えばいいのか、ね、分かんなくなっちゃう。ファッションリーダー星野もだって見せどころ、美味しい動画で分けてる。そうですよ、もう凌介のための動画と言っても過言じゃない。僕だけが人気になる動画と言っても過言ではない。過言です。大過言です。引き立て役と言っても過言ではない。大過言です。あ、大過言、大過言ってなんだよ。大過言、大過言みたいな。あずきみたいに言うよお前。美味しいよ名前です。よし、やっていこう。こっからの企画説明の方は、ゆうきお願いします。今回はですね、三雲下北沢店6号店さんにお邪魔させていただいて、はい、こちらなんと1万点そうアイテムがあるらしいんですよ。1万点ですか、すごくない？すごいよ、もう見切れない、多分今回の撮影でも春夏秋冬着回してもまだ足りないから。そうだ、その1万点の中からファッションコーデ、はいはい、対決をしていくんですけども、はいはいはい、テーマがあります。テーマが、はい、初のデートコーデ、はい、夏です。ということで、はい、金額上限があります。はい、1万円以内で靴から上のアイテムを揃えて初のデートコーデを作ってきてくださいということで、はいはい、靴はこのままで、そう、はい、今からみんなには制限時間10分でデートコーデを作ってきてもらおうと思います。はいはい、うん、それをスタッフさんに判定していただいて、はい、ビリだった、つまりダサかったやつですね、うん、そのダサいと言われた服を自腹買い取りということなんです。うわー、これはきついよ。みんなに散々言われたダサいって言われた服を買って帰らないといけないという。うわ、ファッションリーダー陽介的に、まあ、ズバリダサいとは何かとか、ファッションのポイントとかって何ですかね。その人のこれまで感じてきたものとかね、はい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 、見てきたものが反映されて、そのファッションに俺は投影されると思う。ファッションはその人の人生みたいな。じゃあダサいって言われてたら人生まで否定されるんだ。人生がもうダメだ。人生がダサいってこと。そう、やりたくないこの企画。そうね、あんたの人生はダサいってレッテルを貼られたと言っても過言ではない。なるほどね。じゃあ服にもうその人生が出てきちゃってるわけ。人生が出てきちゃってる。あまりにもダメージ入った服とか着てたら、うん、あ、傷だらけの人生だったんだねって言われるってことってことになるよ、それで言うと。人生だよ、それのことになるよ。なんか傷だらけのあったんだねみたいな。そうそうそう、ってことでしょ。そういうことになります。、はい、まあじゃあ人生とファッションのコーデをかけて、はい、今からバトルをするということで。そう、命をかけて。もう1万円怖くないわ。怖くない、人生ダサいって言われることの方が怖いから。はい、まあそんなことないですからね。まあまあまあ、はい、まあじゃあ気合い入れてやっていきます。はい、はい、こっから10分間ですから。どこかでお前に頼りで50m 走じゃない。俺早もんが10分だ。まあそうだけどさ、そう、10分間これからスタートしますよ。いきますよ、はい、俺がスタートと言ったらスタートですから、スタート。あー、おい、おい、抜けがけがすごいよ。しかも結局ゆうきは全然ゆっくりって。じゃあ今回ね、ファッション企画ってことで超嬉しいです。で超楽しみで、その前からどんな服しようかなっていろいろ考えてたんですけど、今回スニーカーが自分で持ってきた靴になるんですよ。どんなやつにも合うような靴にすればいいのに、僕間違えて個性的な靴履いてきちゃって、これを使ってファッションを組まないといけないので、ちょっとハンデみたいになってて、本当にミスって、ちょっとなんかすっかり忘れてたんですよ、自分の靴で声を組むって。ちょっとそれが今心残りなんですけど、頑張って初デート、いい初デートを醸し出せるようにコーデを組んでいきたいと思います。グラサンであんまり色が見えないですね。帽子これにしよう。なんか髪が出るやつ、これ1000円ですね。はい、でさっきのこのグラサンが、グラサン2000円です。結構服選ぶときも一瞬でパパッと決めちゃうんで、今日もパパッと決めますね。いかに自分の服を早く決めて邪魔するか。これにかかってる、この勝負は。ちょっとね、マジで色が全然見えないんだね。色が全然見えない。これつけてるとね、1万円以内に収めないといけない。そこもいいのかな。サングラスしてるから色味が全然わかんない。よろしく、それな、全然わかんない。解説しながらやってるの。そう。お前2個つけてるし。じゃあちょっと置いてもらって。ファッションリーダーだから。そう、ファッションリーダーの前は道開けて。失礼しました、頼むよ、うん、だいぶファッションリーダーが威張ってるよ、ね、だいぶブイブイ言わしてるよ。あ、ちょ、ファッションリーダー取るよ。おー、すごい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 。スタッフさんもごめんね。スタッフさんにはやるな、絶対。これが入れたかった時なので、こっちに用はないです。ウエスト細めなんで。ないです、ないです、ないですから。履いてみなきゃ分かんないところがあるんで。5分経過。おい、おい、お前、ゲームのバグみたいになってるよ、お前。お前、プレ2とかのあたりでよくあったお前。
お開けんなよ、お前試着してんだから。ゆうきめっちゃダサいやん。ダサいとか言うな。僕もちょっと試着しますね。大変なことが起きました。とんでもなくちっちゃい、これこの後死ぬほどダサい、これまずいね、ちょっと方向転換せざれないね、これは。このままだととてもまずいんで、なんか上から着てサイズがちっちゃいのをごまかすか、方向転換デニムと可愛い T シャツでもうストレートな感じにしちゃうかですね。お客さん失礼いたします。はい、あっ、あごめん、待ってくっそー、脱いでなかったです。そういうこと。くっそー、なんならサングラス今外しちゃった。危ない。では失礼いたします。お客さんどうですか、お洋服の方。あ、いい感じです。あ、本当ですか。ちょっとじゃあ開けますね。はい、どうぞ。いやーじゃねえよ、お前ゴルジさんのやつやん。バズってんねん、ネタ。すいません、僕邪魔してる余裕ないんですけどね。ちょっと自分の服がまずいんで探しに行こう。だってめっちゃちっちゃかったんでしょ。そう、死ぬほどピチピチだった。あれ、これ多分ユウトが選んだやつですよね。ハードロックパフェリティ、これはちょっと一旦戻してみますね。これね、全然選べないんですよ。あのサングラスの色が分かんないから。はい、ちょっともうパンツは、あれ、おい、なに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 、お前だ、なになに、俺絶対なんかやったわ。どこ、どこ行ってへん、お前だろ。何が、いや何がじゃなくて、ええじゃないよ。消えてるじゃん。え、ロン、ね、ロンじゃねえや、ね、ね、ロン、可愛いかよ、可愛いかよ、ちっちゃい、絶対ビンガビアで要素使えないじゃん。終わった、なに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 、何じゃねえよ、どうしたどうした、どうしたじゃないよ、もうさっき僕にかけてたじゃん、俺。だって、あずくかかかってなかった、今ここにあったんよ。移動したでしょ。いや、移動しろ、移動しろ、絶対、後でカメラチェックしてくれ。移動したらどうする。移動しました。ふざけんなよ。焦った？いや焦るだろ。焦るけど絶対レッってすぐ分かったわ。やばいやばいやばい、もう無理だ。残り10秒。10秒、残り10秒。もうちょっと諦め。よし、ちょっとまあこれは負けても仕方ないね。うわこれでも可愛いからアイテムは、うん、ぜひ。これいいのか悪いのかよく分かんなくなってきたな。いますけど、どこにいるの。そこまで。着替えてた。終了。シューケースの中にいるんだ。そう、学芸大樹です。はい、ということで選び終わりました。どうですか、みんな自信のほどは。めちゃくちゃある、うん、10分にしてはね、うん、いいのがたくさんあったんじゃないですか。なんか、なんで一言なんだよ。俺とかはもうなんかこの服以外でデート行く服あるってぐらい。あー、多分これ1万点の中の、まあ、最適解導き出したんじゃないか。最適解、気持ち悪い。あんま言わないですかね、日常会話で。最適解導き出した。絶対嫌われるよ、デートで。どうどうですか。まあ、俺ももちろん、まあ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 。お前何ちょっと点かけてんだよ。ええー、ファッションリーダーのやつが何。みんな自信満々に頑張って威勢張ってんのにさ、保険かけてんの。まあ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 。陽介のファッションセンスは俺らが一番知ってますから。そうね。まあまあ、でもじゃあ早速はい行きましょう。それでは来てきます。学芸大樹です。それではゆうとさん、初デートコーデお願いします。いいですか。ありがとうございます。キロリーン、キロリーン。はーい、はい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 。まあ無難ですね。なんかゆうと絶対ハードロックの T シャツ選ぶ。いや無難、安直。絶対ハードロックに見せそう。ハードロックで T にすると思った俺は。絶対あとシンプルイズベストっていう言葉もありますから、うん、無難だけど、うん、あ、そう。でも可愛いよね、ハードロックはね。いや、それで言うと女の子向けは確か間違いなくいいと思う、うん、そうだね、うん、女の子も可愛いって言って、後ろ見せて、後ろ、後ろこんな感じ、ね、可愛い可愛い、うん、可愛い可愛い。はい、ちょっと寄ってください、これこれ、値札ちょっと見えてるんですよ、これ。いや、違うよ、これさこれ押されるのどう。これ最悪だね。最悪、違うよ、これさ、しまえないの、ここ、外についてるから。うん、こうなるか、頑張ってもちょっと出ちゃうよ。あ、そうなんだ。そう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 。多分彼はユニクロ買った時にあの XL とかのシール剥がさない。剥がさないタイプだ。なるほどね。絶対そうだ。ゆうとのこと知ってる人からしたら可愛いけど、初デートだと、うわ、まあ、最悪だね。最悪だね。最悪だね。それもロックでしょ。それもロック。ロックづらいな、なんか。私、値札普通はついてないじゃん。ついてるのに初デートってのがロック。ロックだね。そうだね。ロックで、ちなみに上下、それぞれいくら ?7500 円か。安い。安い。安い。結構余裕あったんですね。そうそうそうだ。うん。ということで、ゆうとのことでした。はい。
学芸大ジュネス。これです。はーい。え、夏だよね。え、夏だよ。夏のデート。いや、なんかじゃあちょっと一個大丈夫一個聞いていい？あの今回のこのファッションコーディネートやりますみたいな話が来て、どんな感じの曲やるか聞いたんですよ。その時あの夏ってなかったんですよ。そしたらオープニングで洋介が空の回のテーマは夏ということでやって、急に夏ってなったの。それ忘れてて、さっきなんかゆうとの格好見て、洋介夏って言ってたなって、まあ俺もちょっと思ったんだけど、はい、なんかおしゃれって我慢じゃん。あー、なるほどね。だから多分、またせーって言ってる裏でめちゃくちゃ汗かいてる。あ、そのなんか頑張ってる姿も愛おしいみたいな、そこ狙ってるのね。狙ってない。でも、褒めてほしいのは、そのアイティブス。1,2,3,4 ベルトの5これ全部こちらのものですで、1万超えなかった1万超えなかった安いすごい1000円2000円500円、うん、1500円2000円、うん、やばサイズ感合わなすぎてこれ5ロールアップぐらいしてるこのパンツちなみにねさチビなの自覚しよう あー間違いない死ぬほどロールアップしてるからねポイントあーなるほどねそこもポイント逆に可愛い不器用なんだね不器用詐欺師コーデ詐欺師で不器用はダメだよダメ絶対負けたはいということでありがとうございましたはい学芸大ジュネスそれでは初デートコーデレン君お願いしますお願いしますはいやばいやばいやつ来たお前初デートだよやばいやつ来たってこれもうリードやんこれもうすげえもうリードしてもらうたもん女の子にこうやってあいれ行くよレン行くよってこうやってお前ホワイトの展示会に来たしよしやんこれいや待ってお前さよしじゃんお前なんか裸やん裸ベストやんお前夏だからどれでも海入れるしこれいややばいよお前インパクト大事だからねインパクトは抜群だわ初めてデートでこれ来られたのどうします多分あの LINE とかでレンが先に集合場所にいて駅の銅像の前にいますよみたいな言われてあそうなんだと思ってえもしかしてあれと思ったらこうやって帰る俺は帰るわな帰るわなんで帰るのしかもお前銅像の前で超えてでしょそう超えててお前の方が銅像みたいになってんよお前これはすごいってでもなんかちょっと悔しいのが、うん、ちょっとかっこいいなその中でなんか悔しいんだけどちょっとかっこいいよね様になってんのよ女の子消せるかどうかわかんないけどいやいやしないよあしないよねでもあのちょっとかっこいいと思う自分もいる、うん、まあ気は良くないでしょうね非常にということで個性爆発のレンコーデでした、はい、グーじゃない学芸大ジュネスそれでは陽介さんの初デートコーデお願いしますじゃじゃーんおー何今のは何今のはどうレンバックトゥザフューチャー待って確かに夏っぽくないいやでも夏っぽいし可愛いシャツかわいいでしょあのシャツかわいいんだけどでしょキャップもかわいいんだけど一個だけもう最初からずっと気になってることがあってはい、なんですかこっちから出てくるじゃん出てきた時にずっとこっから乳首見えてるどう初デートの時にさこうやってさ横歩いてて女の子がさねえねえって話しかけたら乳首見えとんよ今回確かに初デートでタンクトップだもんねいやまあそうねじゃあなんか本当はさきっちり行った方がいいのかなとか思ったのはいはいはいけど初デートでこういうきっちりの模範解答とかね模範解答とかね決めすぎたら向こうにも気使わしちゃうかなと思って逆にねそういつも過ぎたからなんかラフすぎたかもしれんいやでもねおしゃれではあるやっぱりあのいやでも合ってるな本当ですかでも結構アイテム数あるよね要するにあるだってパンツとベルトとタンクトとシャツそれぞれいくら2900が2個、2500が1個、1500が1個、800が1個。押してるね。オーバーしてるね。いや、笑ってる。いやいやいや、失格ですよ、こんなもんは。1万円以内って言って、だってなんか堂々に出てきてさ。消費税的な。消費税換算。税抜きで超えてんのだから、君は。アウトやな。アウトだ。え、カップの気分かな。これ800円だからさ。9800円だよ、これ。これ俺が。こうやってやって、ポーンだったら、まあ一つ演出としてね。すいませんすいません。いやいや、でもやっぱ。学芸大ジュネス。学芸大ジュネス。
さあ、それでは、はい、いよいよ結果発表ということで、はい、まあ、ビリーの人は自腹買い取りですからね、うん、いやー、一万円はでかいよ。まあ今回はあの人生の先輩でもあるスタッフさんにちょっと結果発表してもらうってことで、はい、で待って、お前これどうした、これおおこれどうしたんだよこれね、うん、あの忘れてたこれも入れてたのこれ毎期一番なのに安っ。じゃあ3位から発表してもらいましょう、はい、3位、2位、最後1位なんということで、はい、それでは第3位お願いします。ゆうとまあ一番こう無難な順位でもありますね。順位はなるほどね。ファッションが順位にも影響してる。そうですね。なるほどね。はいはいはい。まあでも罰ゲーム逃れてます。逃れてます。そういう意味ではちょっといいね。いい。うん、もう安心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 つってね、もうちょっとドキドキしちゃってドキドキしちゃってドキドキしてんだよお前も俺これもしさ会場になったらさサイズ合ってねえんだよ全部。確かに。さあそれではじゃあ第2位の発表、はい、いこうと思います。第2位は。よっしゃ、うわー、くそー、1位じゃないんだ。ファッションリーダーここで破れる。うわ、1位散々言ってたのにね。ね、散々あんなに言ってたのに。選ぶ時からメンバーにめちゃめちゃ言ってたね、なんかいろいろね。ファッションリーダーだから道開けろとか言ってたのにさでも俺とレーン、あの今めちゃくちゃ煽りたいんだけど、うん、4位の可能性があるから煽れないっていううわー、悔しい。最後、1位の発表してもらいましょうか。名前呼ばれなかった人が4位ということで、はいはいはい、それでは、1位の発表お願いします。よいしょよいしょー、なんでなんで、いや人生の先輩のスタッフさんがもう言ってるわけだから、だから初デートで着たい服がどれだったかってことをシンプルに自分が、だってこれ着たいと思う思わないですよね、これ着たいと思いますか、いやいやいやってことじゃあスタッフさんの季節感も悪いってことですかはいおいスタッフさんをディスんのやめろ、スタッフのセンスが悪いわ、お前が言うなお前も言うな、お前も2位だから、時代が追いついてないわ、ダメなんだよ、まあ、結果をねこう、うん、甘んじてね受け入れないといけないですよね、ということで最下位はレン、あの1万円自腹買い取りです、こちらこれ普段着れないよお前何じゃ選んだんだよお前普段着れない服を初デートに選ぶなよお前何しとんの、普段買っても着れない、ゴルフ始めたら着ればいい、確かに確かにまあでもアイテムアイテムで見たら可愛いアイテムあるわけですから、ね、もちろん物自体は全部いいもので、そうなんだよ、こんだけ1万円でいっぱい買えるってことなんで、うん、ぜひ皆さんも古着たくさんあるので遊びに来てください、はい、ということで以上ガキ屋大ジュネスでした、バイバーイ。